トローアスの地図トロイアの壁トローアス、またはトローアドはアナトリア半島の北西部、現在のトルコ、チャナッカレ県に属するビガ半島の歴史的名称。北西はダーダネルス海峡と西はエーゲ海とそれぞれ接し、アナトリア半島の他の地域とはカズダーを形成する山海で隔てられていた。トローアスには スカマンドロス川、シモエース川という二つの種となる川が流れ、トロイア遺跡のある地域で合流していた。他に、トローアスには、グレニコス、ケブレン、カレーソス、レソス、ロディオス、ヘプタポロス、アイセポスという七つの川があり、先の二つを合わせたすべての川はそこに住む家臣の名前でもあった。トローアスと呼ばれる前、ヒッタイトはこの地域をウィルサと呼んでいた。 スイスのアッシリア、ヒッタイト研究家エミール・フォラーによって最初にこの場所と特定されたが、ヒッタイトに詳しい多くの人はその説に疑問を呈した。しかし、1983年にハウ・ウィンクテン・ケイトが2つの断片が同じ設計文字の名板にあることを示し、修復された文字を検討してアナトリア半島北西部にウィルサがあったと発表した。トレバー・アール・ブライスは 1970年代にジョン・ビントリフの指揮で行われた考古学調査はトロイアをベースとしたアナトリア北西部を支配した強大な王国があったことを示していると述べている。トローアスになってからはアッタロス朝ペルガモン王国から共和制ローマに譲渡された。ローマ帝国の時代にはアシア属州となり、さらに東ローマ帝国の時代にはエーゲ海諸島の手間制に含まれた。 オスマン帝国に征服されると、トローアスは美賀県の一部となった。新約聖書の著者たちがトローアスについて言及している。トローアスは、ルカによる福音書及び首都行伝の著者とされる、ルカの故郷と考えられている。その根拠は、ルカが首都列伝の中でパウロとその旅について三人称で書いているが、トローアスにつくと一人称を複数型に変えたことである。 シトレツ伝の私たちの部分は一行がトローアスに戻るまで続き、そこでまた三人称に戻る。この変更は一行が二度目にトローアスに着くところで再度起きる。シトレツ伝の三つの私たちの部分はすべてこのルールに従っている。しかし、ルカ本人がトローアスに住んでいたと書いているわけではない。パウロ自身もトローアスについて研究している。ありがとうございます。